何の音？なんだ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 。近い、かなり近い。やばいやばいやばい、急いで急いで急いで、止まった止まった。おい人間、初めて会うのに挨拶もなしか。こっちを向いて握手しろ。ああ、わあ、びっくりした。引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けていたんだ。なんだなんだ、急に。お約束のギャグだよ。かわいいな。それはそうと、あんた人間だろ。字が急にかわいくなった。ははは、ウケるな。オイラはサンズ、見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つってもオイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのをくぐれよ。普通に通れるだろ、パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。そこで本当大丈夫か。あ、すごい、ちょうどいい。ちょうどいい。わ、マッスルだよ、パピルス。よ、ではのらーい。 パズルを調整しておくようにと、き、ん？ 8 日前に言いつけたのに、いまだに何もせず、勝手に持ち場を離れてフラフラと、こんなところで何をしてるの。そこのランプを見ている。いいランプだろ？お前も見ろよ。そんな暇はない。人間がここを通ったらどうする。人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、かわいいな、かわいい。毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。かわいいな。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なこと言わないでよ、この腐れスケルトンめ。毎日何もせずに骨クソほじってばっかりのくせに、骨クソってなんだ。そんなだと偉いことになれないんだぞ、偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてトントン拍子に出世してるんだぜ、スケルトンなだけに。かわいいな、ずるいな、サム。またまた顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど。あ、笑ってるか。はあ、なぜ 俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのにこんなに苦労しないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜けよ。それが本当の骨休め、なんつって、ダーン。うわー、もういい。俺様の自分のパズルを管理で忙しいんだ。まったく、兄ちゃんは本当に骨の髄まで怠け者だな。にゃははははは。よし、もう出てきていいぜ。ちょうどいい形だったな、またちょうどいいもんね、これね。早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。そしたらオイラのキレッキレのダジャレが再び炸裂するんだろうな。警備員の、詰め所のようだ。なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。なるほどね。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか？ここ最近パピルスはずっと落ち込んでいる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりにしてるだけだ。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。え？
体力10なんじゃな。そうだよな。これ電話どうするんや。あのランプの形のちょうど良さを思い出すと決意がみなぎってきた。パラリン！ボックスの道。いやー、ちょっとトリエルまだちょっと突っかかってるな。異次元ボックス使わないよ。これは異次元ボックスです。何かアイテムを入れたり取り出したりできます。あ、なるほどね。この先にも同じボックスがあるので、いちいちここへ戻らなくても大丈夫です。なるほど。はい。あ、丈夫な手袋、これを装備すればいいんじゃない。はい、ユース、装備した。ウィース。うわっ、え、ちょっと強そうだぞ。お笑い蝶がパタパタ飛んできた。いけるか。お笑い蝶。やじる。ネタを披露する。ネタを披露する。氷ネタの寒いダジャレを言った。どっかで聞いたことありますな。辛口やな。うわ、びっくりした。危ない。次のネタを練習してる。これはもしや。笑う。お笑い蝶が面白いことを言う前に笑った。なんも面白いこと言うてへんで。すいませんでした。うおお、危ない危ない。自分の名前がダジャレなことに気づいてパニクっている。笑おう笑おう。ダメか、違うか。やじるかな。パニックっちゃったか。これでもいけんじゃない、もしやったら。いや、ダメか。やじ、あ、ネタを披露しちゃった。間違えちゃった。披露してもうた。よしよしよ、いて、当たった。やじる。お笑い蝶にやじを飛ばした。人間の悪口。おーい。やめろ、悪口を言うな。ちょ、これ一回どうするかな。戦うか。うい、あ、反対から来た。びっくりした。ん、なんだなんだなんだ。え、できんかった。いやいや、できんかった。なんでなんでなんで。ほい。あ、こうやって、こういうこと。押せばいいのか。ここにいればいいんだな。ちょ、もう一回行こうか。はい。あら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 。日もさっちも雪まへんねん。寒いだけに。なるほどなるほど。ネタを言わせてから笑う。おもろいやろ。親父め見たか。かわいいな。これで逃がせるんじゃないか。逃がす。ウィーン。よかった。どこ行ったんだ。あ、釣り竿あるよ。釣り糸を巻いてみる。おーい。釣り針には変な顔をしたモンスターの写真が引っかかってる。電話ください。これが僕の番号です。電話するのはやめておいた。そうしよう。元に戻したわ。そっとしておこう。かわいいな。あ、喋ってる。そしたらさ、アンダインがさ、はあ、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 兄ちゃん、あれって、ひょっとして人間？いや、あれは岩だ。なんだ？見ろよ、岩の前に何か立ってるぜ。あ、あれって人間？かわいい。信じらんない。兄ちゃん、俺様はついにやったぞ。アンダインに褒められる。これで、俺様は人気者、人気者、友達いっぱい。おほん。おい人間、ここは通さんぞ。
偉大なるパビルス様が阻止してやるからな。貴様を捕らえて都に連れて行って、そしてあとは知らないけど、とにかく貴様覚悟しろ。にゃははは。はうまくいったな。心配すんなって。悪いようにはしないぜ。オイラに任しとけよ。なんかかわいいな。あ、戻しちゃった。これでいいのか。わっ、ヒョウボウが飛び出してきた。ヒョウボウ、アイサ、おらららららら、飛びしちゃった。ごめんちゃいね。ダンボールにナレーションが書いてある。貴様は思った。これは立派な見張り小屋だと。貴様は思う。一体誰が作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。中、まだ有名なロイヤルガードにはなっていないけどね。いや、そうか。お兄ちゃん、弟か。パピルスくんだ。動くな、絶対。しばらく止まっててみようか。いや、動こうか。なんか動いたか？気のせいか？俺は動いてるもんしか見えんのよ。動いたもんには容赦しねえ。そう、たとえ人間とかな。二度と動けないようにしてやるぜ。あ！ワンボーワンボーランボーみたい。行く手を塞がれた。へえ。なぜなぜ。あ、警戒してるのか。1ミリたりとも動くな。 OK。 うわ、え、あ、動かなければ大丈夫なのか。はい、おら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 、今度は動くか。見つけられない。なでなで。あ、なんか嬉しそう。ワン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 、なななな、撫でられたぞ。撫でて。かわいいじゃん。撫で。一体誰の仕業だ。撫でて。撫でて。もう一回行こう。撫でちゃおう。いつまで撫でるつもりだ。撫でて。かわいいな。トム逃がせんじゃない。お金いっぱいもらったぞ。なでなでされたぜ。動かねえもんになでなでされたぜ。ダメだ。骨っこジャーキーでも決めて落ち着かねえと。決めてこうぜ。おい、誰かいいのか。おい。骨っこジャーキー、誰かが骨っこジャーキーを決めた後だ。決めてったんだろうな。よう、一つ大事なことを教えとくぜ。パピルスはスペシャル攻撃を使ってくる。え、戦うんか。青い攻撃が来たときは動かなければダメージを受けないぜ。覚えやすいように説明するな。進行が赤になったらみんな止まるだろ。進行は赤が止まれだけど、青が止まれだと思え。な、簡単だろ。バトル中は青が止まれたぜ。オッケー。はい、失礼しました。いきますよ。おー、滑った。え、なるほど。じゃあこれ上から行って注意書き読めばいいか。北氷、南氷、西氷、全部氷やないかい。東スノーフルの町と氷。お、レッサードッグ、これ撫でれるんじゃないか。撫で撫で。いや、撫で撫でしよう。少し手を伸ばしただけでレッサードッグは興奮した。お、ふ。あー、なにこれ。うわー、当たったわ。興奮してワンワン吠えてる。一回ちょっと黙らせとくか。おら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 、やべ、え、ごめんちゃいね。ごめんちゃいね。
ち行こうかな。じゃあ兄ちゃんは怠け者だ。一晩中昼寝をしてたし、それは昼寝じゃなくてな、普通に寝てただけだぜ。またそうやって言い訳ばっかり。あ、うひょー、人間がやってきたぞ。ここは父さん、我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろその名も透明ビリビリ迷路。この迷路に壁、この迷路の壁に触れると、このオーブから強力な電撃が発生する。どうだ、素晴らしいだろう。もっとも貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕をかましていられるのも今のうちだ。はーい、それじゃ始めよっしゃ。ちょっと兄ちゃん何やらかしたの？そのオーブ人間が持たないと意味ないんじゃないの？あ、そっか。はい、じゃあこれ持って。はい、始め。はい。こういうことでしょ？アホか。すごい、俺チョコザイラ、こんなにあっさりクリアするとは。まあ良い、次のパズルはそうはいくまい。何しろ我が兄サンズの作品だからな。貴様は間違いなく途方に暮れる。俺なら間違いなく途方に暮れる。にゃははははは。ありがとうな、おかげであいつすごく楽しそうだ。そうそう、パピルスが着てるコスチュームだけど、2週間前にコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしか着てなくてさ。そうだったんだ。かわいいな。本人曰く戦闘用ボディーらしいんだけど、ほんとパピルスっていけてるよな。ほんとね。オッケー。かわいいな。お兄ちゃん弟思いでかわいいな。なんかまた誰？おかしいな。なんで全然売れないのかな。冷たいスイーツを食べるにはうってつけの気候なのにな。あ、寒いからか。お、お客さんだ。いらっしゃい。ナイスクリーム。お一ついかが？ナイスオブナイス。下のひんやり心は、下にひんやり心はほっこり。美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの 15G。 ナイスクリーム。じゃあもうちょっともらおうかな。で、ナイスクリームどんぐらい、あ、棒切れもらったわ。あ、やべ。拾い上げたんかい。ナイスクリームは、あ、15か。棒にはほっこりする一言が書いてある。へえ。もう一個ぐらいもらおうか。ナイスなアイスクリーム。よし、オッケー。うおぉ、うおぉ、すごい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 。遊べる遊べる。これどっかに置くとかじゃないのか。あー、そこの穴入れるんだ。入れようじゃ。あ、ちっちゃかった、ちっちゃかった。どうしよう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 。ちっちゃいちっちゃい。よしよし、オッケーオッケー。ちっちゃくなっちゃった。うわーす、いけ。よし。ほい。オッケー。紫、自由を奪われても筆を走らせボールに終止符を打つ。2ギガ手に入れた。2ギガじゃない、間違えた。2Gね。2ゴールドかな。オイラもおやつビジネス始めてみたよ。フライドスノー。ああ、なるほどね。いただきましょう。くださーい。ダメ、いらないだよな。それでもまだ安すぎだ。そうだよね。かわいいな。これ、ね、嫌な予感するな。ダーリン、匂いの危険レベル、雪の匂い、雪だるま、危険レベル白、時々黄色になることも。怪しい匂い、子犬、危険レベル青、
地面を転げ回る匂い。変な匂い。人間、緑。でも赤に書かれてる。絶対に始末すること。ハニー。ワンちゃんが2頭いるのか。あ、雪、この中、あるじゃん、ボールが。あ、これはでも動かせないや。ただの雪玉のようだ。でもよく見ると雪の十二面体だった。うえ。これどっか行けないかな。こっちはないか。ないね。オッケーオッケー。じゃあこっち行きましょう。さあ、何が待ち受けているのか。おお、来た。おい人間、覚悟はできてるだろうな。兄ちゃん、パズルはどこ？そこにあるだろう、地面に。大丈夫、こいつを突破できるやつはいないぜ。兄ちゃん、完全にスルーされたよ。あれ？やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。何？クロスワード？聞き捨てならない。失言だ。俺様に言わせれば、お子様チャレンジのパズルよりも難しいものはない。え？お前本気で言ってんのか。あんなの赤ん坊用だ。よくも言ったな。おい人間、貴様はどう思う？どちらの方が難しい？クロスワード。二人ともどうかしてる。クロスワードなんて楽勝だ。答えは毎回同じ。全部の四角に Z と書けばいい。だってクロスワードのマスを見てみると居眠りしちゃうからな。なるほどね。いいか。ま、パピルスの頭は普通じゃないからな。昨日なんてあいつ、星占いを解こうとしたので。かわいいな、これ何？モンスターキッズ文字探し。ブルドックン。やあみんな、隠れた言葉を見つけられるかな？なるほどね。これを置いてたってことか。お。いつかネズミか。いつかネズミっていうのかな。いつかネズミようかな。いつかネズミは。20日ネズミとする勘違いしたわ、スパゲティを温める方法を見つけるかもしれない。おい。そう思ったら決意がみなぎってきた。セーブ。セーブしました。パピルスの、書き置きだ。おい人間、このスパゲッティを食べやがれください。貴様は知らないだろうな。これは罠だ。まんまと引っかかったな。食べるのに夢中になって、さっきへ進めなくなるぞ。またしても偉大なるパピルス様のドッキリにはまったな。にゃははの歯。すげえ。これすごい。コンセントの抜けた電子レンジだ。すべてのボタンにスパゲッティと書いてある。え？じゃあ、いっか。じゃあ、いっか。犬同士の結婚に注意。なんで？これ、なんか必要かな？食べなくていいでしょ？凍ったスパゲティだ。凍りついていてテーブルから取れない。じゃあ、大丈夫か。じゃあ、いっか。すぐしよう。お、なんかあるぞ。あ！びっくりした。ヒョウボウ、ジェリーも来た、ジェリー。ヒョウボウはさ、ダメか、逃げないか。盗む。弱らせないと盗めない。やっぱり、コスドラベ、マジ、お前ら、ダセーぜ。うーわ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 。便所に行く宣言をした。これ逃げるんじゃない？寒くね？俺だけ。え？おお、あ、危ない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 。ちょっと待って待って。ジェリーが強いな。置き去りにする。おいけ。バックれた。で、この帽子切るでしょ。うーわ、危ない、危ない。うーわ、うーわ。おいおいおい。ジェリーがいなくなって他のモンスターたちは喜んでいる。
嘘でしょ、そんなことする、褒める、かっこいいね、ふ、今更じゃない、なに貴様、これここでいけるぞ、受けが雪のようだ、ちょっと待って、ちょっとあれやな、無視する、なんとか目を背けた、苛立ってる、嘘、寒く、あ、待って、どっか行ったのに戻ってきちゃった、マジか、戻ってきたぞ、あやつ戻ってきたぞ、おいでっつ、危ない、リターンオブジェリーちょっと待って、兵庫やとっか、いけいけ、おら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 、つか車出せるリターンオブジェリー、置き去りにしていこう、さよならさよなら、なんか今あったよね、はい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 、これ地図か、ここが今来たとこかな、もしかすると、なるほど、ここらにあれがあるのか、あったあった、雪の中にスイッチが隠れている、勝ち、でどうなんだこれ、カチッとすると、あ、舌が動くのか、オッケーオッケー、で通って、え、うわ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 、犬、なんか匂うっす、匂いの元はどこさ、匂いの元に継ぐっす、正体を表したな、うわ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 、うむ。匂いの元はここっす。マークしたくなるっす。マークしてやるさ。はあ！あ。チューしてる。犬カップルが襲ってきた。なに？犬っす、犬っすさ。どうしようかな。どうするかな？なんでなんで？あー、なでさせてくんないか。じゃあ。人間の匂いがする。うちの亭主に何すんのよ、あ、そっかそっか、うーわ、これ青いの大丈夫だね、あれ、青いのダメ、あ、こうやってもいいんだっけ、そっかそっかそっか、どうしようかな、いるっすやっとくか、はい、いけ、あらららららら、神さえ触るな、 Don't touch me Don't touch me、 おー、やばいやばい、あ、死ぬ、犬たちはキモいぐらい甘い言葉をささやき合ってるやっちゃおう、じゃ一回やっちゃおう、はい、あららららら、ら店主元気で犬がいいっす、何言ってんじゃん、うーわダメだ、見て当たるわこれ、お花スリスリコンテストに向けて練習している、何言ってんだ、はい、あららら、ら地獄を見せてやるさ、ダメなのか、うわ、死ぬ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 、